はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はこちらのイカですね、さばいていきます。まあ、イカのさばき方動画といったところでございます。まあ、よろしくお願いいたします。まずはね、胴体外していきます。輪切りにする形でやるのかとかによってもさばき方若干変わってくるんですけれどね、一番オーソドックスなやり方を紹介します。まあ、このね、背中側のところに指一本入れました。そこのところにこう繋がっているところがあるので、それをパツンと外していただきます。で、ちょっとね、指を中に突っ込んでおきます。で、すると、内臓がね、結構シュコンって抜けやすくなるんですけれど、こんな感じでね、つるんと抜けてくれます。で、残ってる場合はね、指で吐き出していただいたら全然 OK です。まあ、後で開いちゃいますからね、どの道。あとは、ここのところにね、背骨があるので抜いておきます。とりあえず基本的には全部それの繰り返しです。もう一度やってみましょう。ここの繋がってるところをパツンと指で外していきます。で、外し終わりましたら、ゆっくり引き抜きます。焦らないで引き抜くことが大事です。焦っちゃうとね、墨袋のところ破いてしまうこともありますからね。それだけご注意ください。イカがこうやってあった場合ですね、どっち側が頭かって言います。こっちは頭ではなくて胴体です。足側がある方、こっち側が頭の形になります。まあ、ちょっとした小話でした。で、内臓つながっているところを全部切り落としていきます。今回はこれは使わないんで、ポイコです。このね、一番短いところの分、まあ、センターのところに包丁を入れてください。そうするとね、くちばしが簡単にまず外せます。で、あと取らないといけないのは、この目玉のところですね。で、この目玉のところね、下手にやるとね、中から黒い液体がブチュッと出てきたりとかするので、そういうのを汚れの嫌やなっていう方もスパッと切り落としちゃってください。まあ、この辺はどちらでもいいです。過食率ね、良くしたい方なんかは、丁寧にね、やっていただく方がいいんですけれどね。僕はこの後ちょっと作業着ね、あんまり汚すと良くないんで、今回は切る形でいっておきます。はい。ね、ここのね、つぶつぶしてるこの吸盤は包丁でしごきます。包丁のせいでもどっちでもいいんですけど、ね、とりあえずしごいてあげて、吸盤をなるべく取ってあげましょう。先っちょのところなんかはめんどくさかったら、ある程度はね、刃でザブッと切り落としても OK です。落とした後ね、多少でね、こう一撃で取り切れるわけではないので、もう一回軽くなぞってあげるって感じにしておきます。まあ、こんな感じが。で、やるのがゲソの掃除ですね。この辺なんかは焼いてあげたりとかすると非常に美味しいです。はい、こんな感じ。ここまでは作業として下処理でやっておきます。他のやつも全部やっていきます。よいしょ。というわけでゲソが一旦終わったんで、まな板をちょっと洗ってまいりました。さて、胴体の方にかかっていくんですけれど、まずね、耳のところに指を入れていきます。で、するとね、簡単に隙間入りますんで、そうなったら皮ごとね、ペロペロペロンってめくる感じで、塗っちゃいましょう。反対側の方も同じように、こう皮をね、めくっていって、こんな感じでございます。結構ね、ほんと綺麗な身になりますよね。耳のところに指を入れて、ペロペロペロンと引っ張り剥がしていきます。で、上のところ隙間できてますんで、そこのところに指を入れて、同じように他のところも全部剥いていきます。で、耳のところもね、指ね、まあ、このまま炒めるんでしたら皮付きのままでいいんですけれど、もし耳のところも刺して食べたいという方いてはりましたらね、隙間のところに指入れていただきましたら皮剥げますんで、
薄皮はね、やっぱり拝見いただかないと刺身できませんからね。しっかりのこういう薄い膜もめくれたらめくっておきます。他の2にはとりあえず2人分頼まれてるだけなんでね、これだけあればいいかなと思います。こんな感じで皮をきれいに剥いてあげましょう。というわけで、まあ、仕込みというかね、イカの下処理としてはここまでやっておくという感じですね。で、保存の時に中のところにこう紙1枚詰めておいて、巻いておいてみたいな形の保存方法をしておきます。というわけで、まあ、イカの下処理の紹介でございました。またいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。